どうも熱海あきら発見渡部です。今回は熱海市街地の山手の住環境の良いおすすめの物件を紹介したいと思います。では早速行ってみましょう。今日は風が強いです。本当にそうです。はい、今回は熱海の市街地から車で約8分、山の緑に囲まれた閑静な住宅街、青葉町に来ております。青葉でサンバ、青葉でサンバ、青葉、青葉でサンバ、青葉。はい、ということで今回紹介する物件はこちらです。ドン。はい、こちらの建物、平成20年に建てられた築15年のお家でございます。このねタイル調の外壁とね、この白の外壁のこのねコントランスがね、なんともね可愛らしい素敵な外観でございます。太陽光の乗ってるお家で、もし停電になった時に嬉しい蓄電池もついてるお家でございます。はい、ではね玄関の方進んでみたいと思います。でね、はい、こちら見てください。駐車場こちらに1、2と止められて、ここにね軽も止められますので3台止められる広い駐車場でございます。はい、ちょっと見てください。こちらにねシャッターございます。ちょっとこちらのシャッター開けてみたいと思います。お、これはナベティブポイント。はい、見てください、ガレージね。あ、これ電気もきっとつきますね。はい、電気もつきます。はい、こちら今ねバイク 1,2 と止まってますけど、一応3台止められるスペースでございます。広いスペースでございます。その他にもね、いろいろ活用できるスペースかなと思いますので、有効活用していただければと思います。そこがナベティブポイント、ね、じゃあどんどん中進んでいきたいと思います。これね、屋外水洗、これも便利ですね。玄関に進んでいきたいと思います。今回はね、私の知人からの依頼で物件の方を紹介したいと思いますので、ちょっとね、その辺ね結構辛くしていきますからね、交互期待ってところで玄関入ってみたいと思います。ただいまー。まずね、はい、こちら玄関でございます。玄関ね、広い玄関でございます。待ってください、めっちゃ収納あります。一箇所ちょっとね、今ねまだね所有者さん住んでますので、ちょっと荷物入ってますけども、2箇所、3箇所、4箇所と活用ができる多い収納でございます。ではね、中入ってみたいと思います。はい、まずは LDK、 こちら約21畳の広い LDK です。見てください、天井高いです。非常にね開放感がございますね。シーリングライトもねいい味出してます。ちょっと見てください、怠け者スタイルじゃないですか。もういきなりベッドですよ。もうねここで完結しようとしてますね。もう寝ながらテレビ見て、いやもうねほらお酒飲んで、もう今日はね知人のね物件なんで、もう言わせてもらいます、これ怠け者スタイルです。でもね非常に広いですし、そのね天井も高くて非常にね物件はねグッドです。じゃあね進んでいきましょうか。はい、じゃあねこちらね、はい、カーテン開けますと、お、これはナベティブポイント。ではください、このねテラス、このね外と中の中間的な存在で、雨を遮れますね。ここでね洗濯物ね干していただいてもグッドですし、日差しが出てます、暖かいです。ですのでそんな時はここでこうね、ちょっと家の中だと暑いかなっていう時は、ちょっとこうね外を見ながら風に当たる非常にね気持ちいい空間でございます。ここのね敷地ね78坪ございまして、ちょっとねこのお子様グッズもありますので、中間的な外のスペースで遊ぶみたいな、もう活用方法はもういろいろ。はい、じゃあちょっと外もね行ってみたいと思います。こちらねお庭スペースでございます。こちらもね十分なスペースございます。今もね、まあ、少し整備されてますけども、もう少しね綺麗に整備していただいて、まあ、芝とかもね引いていただいてもいいですし、まあ、家庭菜園もねできるスペースありますので、ちょっとしたね畑も作っていただいて、まあ、バーベキュースペースとしても非常にね有効活用できるスペースでございます。やっぱねこれぐらいのね広さがちょうどいいかもしれないですね。お手入れも簡単、自分のやりたいこともできる。はい、先ほどのねネットだけかと思いきや、しっかりね扉もついてますので、閉めてね雨風は防げるかなと思います。はい、ではねまたねお部屋の中戻っていきます。で先ほどのリビングスペース、ダイニングスペース、そしてキッチン、太陽光乗ってますので、こちらオール電化でございます。広いキッチンでございます。シンクもね大きいですし、作業場もしっかりとございます。そして IH 三つ口でございます。きっとねだいたいこういうパターンですと IH ラジエントヒーター、ラジエントヒーターって何って方はねコメント欄でお問い合わせください。でこちらね魚グリル、はい、でこちらね食洗機もついてます。でねまだちょっと物入ってますので開けないですけども、この辺にね収納いっぱいございます。後ろにもカップボードね多いですね。で冷蔵庫スペース、そしてこちらが、はい、パントリー、非常に便利な
サイズでございます。はい、じゃあね、続いてね、水回りに進んでいきたいと思います。はい、まずこちら洗面脱衣所です。はい、広いです。洗濯もしやすいですし、こちらね、洗面台も使いやすいです。じゃあね、こちら、はい、お風呂、はい、白にねアクセントで緑を使った爽やかな印象のバスルームでございます。皆さん一坪タイプが多いんですけど、これ多分ね 1.25 坪タイプ、ちょっとね広いタイプですので、小さいお子様とか一緒に入った時に洗い勝手がいい、子育てに便利なお風呂でございます。じゃあね、続いては、はい、そうですね、ちょっとねこのね生活感の名残だってちょっとクロス剥がれてますけども、一応ね最後金額発表しますけども、クロスの張り替えはさせていただきますので、クロスの張り替え込みの金額で最後ご案内させてもらいます。クロスね変えるだけでかなりね印象が変わりますし、綺麗な印象になります。ではね、進んでいきたいと思います。こちらトイレです。洋式のシャワートイレですね。手洗いも隣についてます。非常にね使い勝手のいいトイレでございます。左奥、本を置くのを想定して作ったんですかね。まるでトイレが漫画喫茶。はい、ではね、上に上がっていきたいと思います。と、お、ちょっと待ってください。階段の途中に扉がございます。開けてみましょうか。はい、じゃあ扉開けていただくと、とっと、危ねえ、鍋手でポイント。はいはい、こちら見てください。中2階の収納スペースです。高さは140センチでございます。まあ、高さ140センチ以下ですと、まあ、部屋に、ね、ならないスペースでございます。多分ね、ここの所有者さん多分漫画好きなんでしょうね。もう漫画めっちゃあります。こちらね、お家で漫画喫茶っていう形で今ね使われてるんですけども、他にもね、まあ、小さいお子様いらっしゃったりすると遊ぶスペースでも使えますし、書斎としても使っていただけます。でね、ちょっとねこのね小窓がねおしゃれですね。天井の高いリビング眺めることができます。ここからねお子様もね、ヤッホーなんて下にね声かけていただいたりして、楽しめる笑顔あふれる、そんなデザインのお家でございます。もうまるで秘密基地のような収納スペースでございます。ではね、階段戻ってね上に上がっていきたいと思います。はい、まず正面の扉、はい、トイレです。こちらもね洋式のウォシュレットですね。こちらもね手洗いついておりますので、非常にね使い勝手いいです。そしてこちらのね洗面台けども、やっぱね2階にトイレと洗面台あるとで、朝のねバタバタしてる時に便利かなと思います。ではね、続いてこちらの扉2つありますけど、さあどちらから行きましょうか。じゃあね、奥から行ってみましょう。はい、奥の扉開けてみます。はい、見てください、広いです。はい、こちらね閉めて、はい、見てください、先ほどの、ね、手前の扉ございますのでね、どちらから入っても同じ部屋に入れたっていうね。こちらのねお部屋、今約11畳のお部屋でございます。非常に広いですね。間取りはですね、だいたいね皆さんファミリーの方が小さい時はまずここのね一部屋で寝て、子供が大きくなったらここでね壁作っていただいて、部屋を区切ることで子供部屋が2つ、そういうね将来のことを見据えた設計のお家でございます。クローゼットも両方にね1畳と1畳のクローゼットございますので、非常にね使い勝手はよろしいのかなと思います。では帰りはねこちらのね扉から出ていきたいと思います。では次に階段上がった左手の扉入っていきます。はい、こちらね主寝室です。こちらは8畳、ちょっとねまだここのねお布団引いてあったりしますけども、クローゼットもね1畳1畳のクローゼットが2つございますので、非常にね収納力は十分かと思います。あ、外ね緑がね綺麗です。お、見てください見てください、オーシャンビュー。ちょうどね山と山の谷間に見えるこの海、朝起きてねこう窓を開けた時に太陽と海、そしてこのね緑が見えた時にはね、非常にね気持ちのいい朝を迎えることができるんじゃないかなと。こちらね、今度こっちの吐き出し窓の方にはバルコニーございます。まずね日当たりいいですね、本当非常にね日当たりがいいです。はい、そしてこちらもオーシャンビュー、紅葉もね楽しめるんじゃないかなと思いますし、やっぱね閑静な住宅街って感じですね。ゆったりと暮らしができるお家かなと思います。バルコニーからね先ほどね下のお庭スペースも眺めることができます。非常にグッドです。はい、今回の物件いかがだったでしょうか。熱海の市街地から車で約8分、車も3台止められます。ただ車がなくともバス停まで徒歩1分とバスも利用して、交通の利便性も高い物件でございます。あとはあちらに海も見えますし、山の緑も囲まれた閑静な住宅地でございますので、非常にね自然を感じられる物件でございますし、太陽光と蓄電池もついてますし、収納も豊富な機能性の高い性能もいい、そんなね
お家でございます。ぜひね、皆さんご検討していただければと思います。あとは空き家の所有者様、自分の空き家も YouTube で紹介してほしいとかですね、空き家があるけどどう活用したらいいのかわからないなどございましたら、概要欄にございますナベティブライフからお問い合わせいただければと思います。では今回こちらの物件、売買物件でございますので、金額発表したいと思います。よろしいでしょうか。いますよ。2980万円。パチ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 ってやつですね。はい、ちょっとね、寒さでちょっと手がかじかんでしまってうまくいかないですけど、非常にね、この機能性の高いお家、非常にね、お買い得かなと思いますので、ぜひご検討していただければと思います。あとはチャンネル登録といいね、他の紹介動画もございますので、ぜひ他の紹介動画も見ていただければと思います。では最後、いつもので締めたいと思います。皆さんよろしいでしょうか。熱海の A を作っていただいて、 A 空き家発見、ありがとうございます。